どうだプレゼンツ高都市牧場は北海道文化放送で放送され芸人たちが牧場を運営するバラエティ番組である2007年4月7日から2009年3月28日まで放送された高都市のどうだの後継番組その名残として冠名どうだプレゼンツと題されるが番組内容企画 趣旨は全く違う番組である。なお、冠名の、どうだ。プレゼンツは、高都市牧場までの番組ロゴに表記されていたが、現在の、高都市牧場では、完全に外されている。高都市のどうだ。が2009年3月28日をもって、枠移動、番組内容を大幅に変更する形で終了。 4月26日から日曜日12時57分から13時55分で、どうだ。プレゼンツ高都市牧場として、再スタートし、事前収録番組となった。引き続き、高都市がメインを務め、博多花丸、大吉、ハリセンボン、ペナルティ、トータルテンボスら吉本工業所属芸人も引き続き、週替わりで出演する。アシスタントに、遠藤麗奈。 札幌吉本工業所属の2009年デビューの新人芸人シロップが出演する。ここを新婚さんいらっしゃい。パネルクイズアタック25や噂の東京マガジンタカジンのそこまで行って委員会としのぎを削った番組だったが2011年4月22日からは放送時間を銀曜未明に移動しタカトシ牧場としてリニューアルされた。また、 この年には年数回程度金曜日19時台に高都市牧場ゴールデンと題した特別版も放送されていた。2012年4月21日からは冠名のどうだ。プレゼンツが外されタイトルが高都市牧場になり放送時間も毎週土曜18時30分19時に変更された。また、 2014年4月19日からは放送時間が毎週土曜17時17時30分に変更された。2017年3月25日をもって終了。なお、末期は FNS6 地区にて放送されていた。2017年5月5日から毎週金曜19時に時間移動及び新番組として発見。高都市ランドを開始している。 高都市牧場は、北海道恵庭市にある、村上牧場の一角を借り、牧場を開き、主に落農や野菜、花の栽培などを行い収穫する。他には、企業のスポット商品を開発する会や、近隣の農場、牧場で研修をする会もあり、牧場の発展に労力する。出演者全員オリジナルのつなぎを着用して、作業に取りかかる。牧は、 半袖の T シャツポロシャツを着て出演する。2010年9月5日、放送分までつなぎは単一色のシンプルなつなぎ。9月12日放送分よりつなぎがリニューアルされ、フード付きの白いつなぎで、ホルスタインのブチ柄模様。模様には各出演者の色がついたものとなった。背中と左胸の部分に、牧場メインキャラクターのカナウシがプリントされている。 高都市には、それぞれ社長、専務と、ネームが右胸に入り、高のつなぎは、ノースリーブ仕様。ちなみに、2010年9月12日放送分では、一部の芸人が、旧つなぎを着用。翌週の2010年9月19日放送分では、メンバー全員新バージョンのつなぎが着用された。以下のキャラクターは、すべて高がデザインする。北海道の特産を活かして、 商品の制作をする。アイディアのみ提供し、以下の北海道企業が制作し、期間限定で店頭販売をする。流月編流月の商品開発室長が取り仕切る。北海道内の全店舗で販売。2009年2010年セブンイレブン編巻き場の、交絡を結びランチセブンイレブンの北海道支社の営業部長が取り仕切る。北海道内の 全店舗で販売された。村上牧場編、高利牧場は、常時一般開放しており、牧場限定のオリジナル製品として開発。高利牧場プロデュース製品もあるが独自に、製品化したものがほとんど。番組終了時過去名前の後に記載しているものは、出演日、番組で着ていたつなぎの色。高都の雑用係、牧場の世話係を担当する。 札幌吉本の若手芸人を起用。高都のアシスタントを担当する同局のアナウンサー。製品作りの会で出演される専門家。霊霊部長と紹介される。ありがとうございます。